アロハこんにちは、 DJ ソーラです。メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もですねドリームセレクション装備召喚ドリセレガチャ回していきたいと思います。日替わりでお送りしているドリセレガチャ動画でございますが、今回はドリームセレクション覚醒奥義回していきたいと思います。はい、覚醒はね欲しいの結構まだまだね、実装されてないのでも欲しいのが結構あるので、まだまだ目が離せない覚醒ではあるんですが、今回ちょっと待ちに待ったと言うべきか、欲しかったやつがあるので回収するために覚醒回させていただきます。ミラボ来てますね、ありがとうございます。このね闇型のねドリセレに入ってないこう欲しいやつがもし出てくれたらめちゃめちゃ嬉しいんですけど、個人的には何かな、まあもちろん二所持 D 格が出たら一番の大当たりっていう感じはするんですけど、なんだろう、ゲットするチャンスが、まあリミットブレーキチェーンとか入ってるんだとしたらそれが欲しいですね。リミットブレーキチェーンか即発のシリチェーンとか、ああいうのは結構欲しいので、こうドリセレとかにないものになるのでね、そういう枠が出てくれると一番嬉しいかなっていうのがあるんですが、じゃあここですね、まあ、メインはおまけ回収ではあるんですけど、まあ、この闇ガチャ楽しんでいきたいかなと思います。さあどうだ、来たー、来ました、ここ熱いのお願いします。さあ来いドクターモグ、おっと持ってるよね、パルテシオンアタック、これはあれですね、クルル先輩のシンクロですね。今ちょっと期待しちゃったんですが持ってるやつでした。はい、でも連動アップは熱いですね。クルルは結構うちの5キャラだと一番軽く出してくれると思うので、はい、そんな感じで今回はドリームセレクション覚醒奥義11連回させていただきました。まあ、ちょっとねミラボ出てちょっとテンション上がって無知だったので、無知結構使ってるキャラが多かったんですが被りでしたが、まあ、連動アップということで当たり枠として考えていきましょう。はい、そんな感じであのおまけ回収はまとめて一気に動画にするので、興味ある方は何を撮ったのか見に来てくれたら嬉しいです。 DJ ソラズメロージャム TV ファイナルタジーレコードキーパーコンスタントに更新してるのでチャンネル登録していただけるとすごい嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。